畜生、逃げられた。ひでえな。散々こき使われて壊れたらお払い箱ってか。人類もおしまいだな。人間関係に嫌気がさして、みんなアンドロイドに走る。料理もしてくれるし、やりたい時にやらせてくれる。気持ちだって気にしなくていい。じきに俺たちは絶滅するだろうさ。人間と愛し合うくらいならプラスチックを買った方がマシだってんだからな。急げ、逃げられるぞ。あの男があの子を壊したのを見て、次は私だって思った。すごく怖くなって、やめてって言ってもあいつやめてくれなくて、だからあいつの首を絞めてやったのよ。思いっきりね、動かなくなるまで。でも殺すつもりじゃなかったの。私はただ生きたかっただけ。この子のところに戻って、もう
一度抱きしめてあげたかっただけなの。人間の汗の匂いやあいつらの汚い言葉を全て忘れてね。ほら、もう行こう。これでよかったのかもな。